どうも皆さん、聞き耳です。皆さんは、イソップ童話の、狼少年、という話をご存知ですか？あるところに、羊飼いの少年がいました。その少年がある日、村人をからかうため、狼が出た、と、嘘をつきました。驚いた村の大人たちは、狼を追い払うために出てきますが、少年の嘘なので、ドローに終わります。その後も少年は、狼が出た、と嘘をつき続けたため、大人たちは、少年の話を信用しなくなりました。そんな時、本当に狼が現れます。しかし、大人たちは少年の話を信用せず、彼を助けなかったため、少年は大事な羊を食われてしまった。といった内容で、嘘ばかりついていると、人からの信用を失ってしまう、という教訓を示した話です。今回は、嘘ばかりついていた、あるもの、と周囲の人々の話です。それでは、ご覧ください。マンションの狼少年。これは、数年前の出来事です。当時私は、一人暮らしをするため、このマンションに引っ越してきました。4階建てで、築10年ほどのマンションだったと思います。マンションの外装も、内装も、特にこれといった特徴はなく、また、過去に事故や事件があったなどもない、どこにでもあるような、ごくごく普通のマンションでした。ちなみに、部屋の場所はここ。2階の、マンション正面から見て、右端の角部屋です。ただ一つ、特徴があるとすればこれ。私の部屋と、隣の部屋との間に、火災報知器が設置してあるぐらいです。マンションに引っ越してきて、1ヶ月ほど経ったある日の朝のことです。グーグー。グーグー。グー。突如鳴り響いた、大音量の警報音に、私は飛び起きました。数秒後、これは火災を知らせる警報だと判断し、避難するため、急いで部屋を出ました。音の主はやはり、火災報知器。どうやらマンション内で、火事が発生したようです。どの部屋が火事なのか？消防車はいつ来るのか？そもそも、通報はしたのか？などと考えていると、お隣さんも出てきました。あ、おはようございます。朝からうるさいね。いや、火事です火事。どこから火出てます？消防に通報はしましたか？早く逃げましょう。などと、私は慌てふためいていたのですが、お隣さんは落ち着いており、警報など、どこ吹く風、といった様子でした。だから火事ですって、早く目覚ましてください。あと、マンションの人たちも早く起こさないと。という私に対し、お隣さんは笑いながら、こう言いました。ああ、警報ね。大丈夫だよ。これ、誤作動だから。月耳さんはここに越してきて間もないから、知らないのも無理ないと思うけど。去年ぐらいから、マンションの火災報知器が、誤作動するようになったんだよ。頻度はだいたい、月に1回くらい。多い時は、月に3回も4回もなる時あるよ。原因は設備の老朽化っぽい。マンションの管理会社に、なんとかしてほしい、ってみんな言ってるんだけど、特に何かしてくれてる様子はないんだよね。だから、みんな困ってるんだよね。お隣さんの話を聞いていると、他の住民たちも出てきました。またなってるよ。朝からうるさい。というような感じで、みんな、この状況に慣れっこ、といった様子でした。その様はまるで、狼少年の嘘に呆れる、大人たちのように見えました。この火災報知器は、狼少年ならぬ、狼火災報知器だったのです。ほどなくして報知器は止まり、朝の平穏が戻りました。本当に火事など起こってはいませんでした。しかし、その数日後、またも、報知器が鳴りました。外に出て周囲を確認してみましたが、やはり火事は起こっておらず、報知器の誤作動によるものでした。その後も、この狼火災報知器は、月に1回ペースで、誤作動を起こしていました。報知器の隣の部屋に住んでいる私は、
警報が鳴るたびにびっくりしたり、うるさい思いをしていたので、マンションの管理会社に苦情を入れたのですが、特に対応はありませんでした。そんなこんなで、この部屋に住み始めてから、半年ほどが経った、ある日の早朝のことです。グーグー。グーグー。グー。またも警報が鳴りました。しかし、これまでのことがあったため、私は特に慌てることもなく、放置機の状況を確かめるため、外に出ました。すると、すでにお隣さんが外に出ており、おはようございます。こんな朝早くからだなんて、参っちゃうよね。あ、おはようございます。まったくですよ。あと2時間ぐらい寝られたのに。なんて話していると、消防車が到着。さらに中から消防士が数名、マンションに入ってきました。これまで何度も、放置機の誤作動がありましたが、こんなことは初めてでした。そして、消防士の一人が、私たちのところまでやってきました。消防士さん、これね、放置機の誤作動なんですよ。すみません。いえ、誤作動ではありません。先ほど住民の方から、ストーブを倒してしまい、火が出た、といった旨の通報がありました。なんと、今回は誤作動ではなく、本当に火事ではありませんか。私もお隣さんも、一瞬で眠気が覚め、早く逃げなくては、と、慌てていると。大丈夫です。安心してください。落ち着いて。火事は発生していません。床が少し焦げただけの、ぼやだったようです。念のため、今、各階の安全確認を行っております。安心してください。というように、消防士が、私たちをなだめました。そのおかげで、私たちもパニックにならず、冷静さを取り戻しました。ほどなくして、安全が確認されたため、消防士たちは帰っていきました。その後、今回の件を受け、マンションの管理会社は、やっと火災報知機の点検を行いました。その結果、誤作動することはなくなり、住民に平穏な生活が戻りました。マンションの狼少年。きっと彼はもう、嘘をつくことはないでしょう。というか、お前の嘘はシャレにならんから、ほんとやめてくれ。今回の話、いかがだったでしょうか。火事の誤報かと思ったら、本当に火事だったという、まるで、狼少年、のような話でしたね。ただ、少し違ったのは、狼少年、では最後、少年が痛い目を見るだけで、少年の話を信じなかった大人たちは、痛い目に遭っていません。しかし今回の場合は、ぼや騒ぎではあったものの、少年、もとい、火災報知機を信じなかった、マンション住人が痛い目に遭うところでした。これがもし、ぼやではなく本当の火事で、警報を信じず、逃げ遅れてしまった、なんてことになっていたかも、と思うと、ゾッとしますね。今回の話のように、誤報を繰り返すことによって、信頼を失い、情報を受け取っても、誰も信じなくなる現象を、狼少年効果、というそうです。皆さんは、信頼を失うような嘘を繰り返しつくのはやめましょう。では、今回はここまでにしたいと思います。次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価、いいね、をクリックしていただけると嬉しいです。